すいません。はい、なんでございましょうか。洗濯機買ったら中にぎっしりバスタオル履いてたんですけど。さようでございますか。どうしたらいいんですかこれ。それでは担当の者を呼んでまいりますので少々お待ちください。バスタオルぎっしり洗濯機担当を呼んでまいります。いるんですか。あ、保留になった。存在するかな、バスタオルぎっしり洗濯機担当。保留音自分で歌ってる。この音って電話から自動で鳴るやつじゃないんや。うるさいな。これ担当の者ちゃんと呼びに行ってる。ずっと歌ってない。あ、後半のメロディー分かってないやん。口で歌うなら覚えとけよ。違うな。違うなって言ってもうてる。もう保留ボタン押すかな。押したらええやん。でも機械には頼りたくないし。電話使ってる時点で機械には頼ってるよ。君が。あ、君が世に変えた。あ、お待たせいたしました。あ、ざまだ。バスタオルぎっしり洗濯機担当は当社に存在しませんでした。でしょうね。申し訳ございません。ほんまに探しに行ってたんかな。ハンドタオルぎっしり洗濯機担当はいるのですが。いいよ、その人で。あ、すいません、よかったですね。ハンドタオルもバスタオルも対応変わらないの。人言ってはなんですが、洗濯機って洗濯機なのにみんな洗濯機って言うよね、担当の私が担当いたします。そんなクレームも来るんですね。わぱぱ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 ぱ